パウルフライヘア・フォンエルツ・リューベナッハは、ドイツ国の貴族、政治家。社位は男爵。アドルフ・ヒトラーの国家社会主義ドイツ、労働者党政権の初期において、郵政大臣と運輸大臣を務めた。クーノ・フォンエルツ・リューベナッハ男爵の息子として、ケルンのバーンクに生まれる。ジーク・ブルクの人文ギムナジウムで学び、1894年に、ここを卒業した後、アーヘンや、 ベルリンシャルロッテンブルクの工科大学で機械工学を学んだ。大学卒業後、鉄道関係の仕事に従事した。1911年から1914年にはニューヨークのドイツ公使館に技術専門家として勤務した。第一次世界大戦にも鉄道関連の業務にあたり、この功績で一級鉄十字章と二級鉄十字章を受賞している。 第一次世界大戦の敗戦後も鉄道関係の仕事を続け、1924年7月にカールスルーエ国家鉄道機構の社長となる。1932年にフランツフォン・パーペン内閣とクルト・フォン・シュライヒャー内閣で郵便大臣兼運輸大臣に就任する。続いて成立したヒトラー内閣でも留任した。しかし、伝統的カトリック教徒であるジューベナフ派は、 ナチス党や国家社会主義思想に対して、いちいち反抗的態度を取ったため1937年には内閣を追われた。公認としては、ユリウス・ドルプミュラーが運輸大臣、ビルヘルム・オーネ・ゾールゲが郵政大臣に就任した。その後、ゲシュタポから監視を受ける状態に置かれていたが、戦時中の1943年にリンツ・アムラインにおいて死去した。ありがとうございます。